みんなじゃあ1800円でもいいですって感じで、みんな出すわけですよね。これあれですよ。アフィリエイトのあれと同じですよ。でもだから、このオプトインの単価がなぜ上がったとかっていうと、2000円とか高いんだけど、要はだからアフィリエーターがこれで2000円じゃないとやってくんない。だから2000円。じゃあ2000円で他の人が2100円出した。じゃあみんな2100円の方やる。じゃあ自分のところでもっとトラフィック、アフィリエイトを取るには自分も2100円出す。じゃあ競り合ってって高くなったわけですよ。これと同じことが今 Facebook で起きてる。みんなが競り合って、その枠がないわけですよ。もうメディアの枠決まってるわけですよ、このルイジオーディエンスの枠が。だってみんな同じようなリストを回してるわけだから、みんながそのリストのルイジオーディエンスを作ったら、このルイジオーディエンスは20万人っていうのは、これが同じルイジオーディエンスがたくさんあるってことですよ。みんながそこに対して出してるから、だからあなたのところに同じ広告がどんどん配信されて、同じような業種の広告がたくさん配信されてて、そこの枠を取り合ってたわけですよ。これで、どんどん単価が上がってるわけですよね。2000円になっても、やめるのかっつったらやめないわけですよ。なぜなら、2500円でも利益出ることを知ってるから。じゃあ、もっとこれで出しても OK だろうっていうことで、続けていきます。で、そういう人が増えると、2500円でも払う人がいるんですよ。私、この、ちょっと話を伸びたんですけど、Facebook 広告で、いや、単価4000円ぐらいなんですけど、利益出てるから回してるんですよね、みたいなこと言ってる人がいたんですよ。これは終わったなと思ったんですよね、その話聞いたとき。そういう人がいたら、もう1500円で取れないんじゃないか。だってその人のルイジオーディエンスと私のルイジオーディエンスが同じだったら、そこ取り合ってたら4000円払える人にかなわないですよね。すごく基本的なことだけど、この話をちゃんと理解してからじゃないと、私がこれからする話が分かんないですからね。今日これからお話しするのは、今すごく Facebook の単価が高騰しています。高騰している単価を下げていけばいいかっていう話をするんです、これからね。だけど、基本が分かんなければ、このなぜどうやって下げていくかっていうのが話してもピンとこないわけです。だから今噛み砕いて話をしてるわけです。わかりますね。